ウボアオ。皆さんこんばんは。今日もやりたくない島の片付けをやっていくぜ。クリスティーヌがお悩み中のようね。この展開はもしかして。どうやらこの荒れ果てたククリン島のことが気に入らないご様子ね。クリスティーヌよ、まだ出ていく時ではないぞ。そんな偉そうなことを言うのならさっさと島の整理をしなさいよね。はい、わかりました。とりあえず必要ない花は砂浜に移動させておこうかな。次の島のテーマは青なんだから、イメージに合わない色の花は処分するべきよね。そうは言ってもだな、次の島作りのためにも荒廃でしか咲かない花は保存しておく方がいいと思うんだよな。次の島作りなんていつできるかわからないでしょうが、言われてみればそうかな。花壇のお花はもっとひどいことになってるわね。紫系のお花はめっちゃ咲かせるのに苦労したんだよな。そんなに紫系のお花が大事なら紫をテーマにした島を作ることにすればいいじゃないの。紫をテーマにした島は一度夢見で見たことがあるから、それだけはできないな。じゃあおとなしく紫の花を処分しなさいよね。やっぱりもったいないから3株ずつだけ海岸に残してもいいかな。島の景観を損ねる場合は誰にも見られない場所に植えるか処分するか、どちらかを選んでもらうわよ。次の島作りは一応誰も入れない場所を用意する必要があるな。ちょっと動きやすい服に着替えてみたぜ。さすがに白無垢でキコリをやるのは見ていてなんだかもどかしかったわね。もうほとんど島に木がないんだけど、島作りの邪魔になるから全部切ってしまうぜ。金の斧が壊れるくらい木を倒しちゃったのね。金の斧長い間ありがとうなんだぜ。お次はこの金のお花畑をどうするかだよな。当然必要な3株だけ残してきちんと処分しなさいよね。ああ、私の思い出の金のバラが、お店が閉まってるから買い取りボックスの中に入れるしかないんだよな。1株800ベルで引き取ってくれるのね。咲かせるのに苦労するんだから、それくらいの金額が妥当だと思うぜ。たぬき商店が閉まってるのが悔やまれるわね。お気に入りの紫のパンジーと紫のアネモネが3株ずつになってしまったぜ。そのポケットの中の花をちゃんと処分するまで見届けてあげるわね。誰だよ、統一感のある島が綺麗に見えるって言ったやつは。それはマリサが言ったことでしょうが、統一感を持たせても綺麗にできなかったらどうしようかな。その場合は綺麗に見えるまで何度も作り直しね。紫の花ってそこそこの値段で買い取ってくれるんだな。捨てずに買い取りボックスに持ってきてよかったわね。緑の菊もちゃんと処分して偉い。なんか自分の島を自分で荒らしてるような気分になってきたんだが、この荒れ果てた島を見ればいち早く綺麗にしたいって思えるでしょ。ああ、もう汚いから永遠にあつ森を開きたくないなって思うかもだぜ。それだけは絶対に許さないからね。お花の処分が終わったから少し島の工事をしてみようかな。すぐにやる気が出るなんてかなり気持ちが悪いわね。少しだけでも綺麗な場所を作れば、その後もやる気が持続するんじゃないかなって思ったんだよな。それで初めに工事するのが島の玄関でもある空港前の広場なのね。まあここの池を埋め立てないと熊の特大ちゃんと氷のツリーが回収できないってのもあるんだけどな。熊の特大ちゃん長い間よく頑張ってくれた、お疲れ様なんだぜ。ずっと季節外れだった氷のツリーもこれでお別れね。最初は神々しい彫刻を置いてたんだけど、他の島で見てしまったから熊の特大ちゃんと氷のツリーに変えたんだよな。他の島で見たから変えるっていうのの繰り返しだったわよね、前の島作りは。まあ完全なオリジナルを作るのってかなり難しい作業なんだけどな。次の日、これから島を彩る要の青い花があまりなかったんだよな。紫のお花がお気に入りだったからこれだけしか植えてなかったのね。この子たちに毎日水をあげて大事に育てていくぜ。でも、一番咲かせるのが難しい青いバラはそれなりに咲いてるから、最初のうちは青いバラを中心に塔を装飾していこうと思うぜ。最終的にはいろんな青いお花に活躍してもらうことを期待しましょう。やあ元気かい。ジャックはいつもクールだな。今日は気持ちよく晴れてるね。まるで太陽が祝福してくれているようだな。かむずましい僕らを霊夢。これって新しい会話なのかな。会話パターンが増えたっていうアップデートがかなり前だから正直覚えてないわね。この地面に貼ったマイデザインを消す作業って本当に面倒だよな。ここに別のマイデザインを貼るのなら上書きすれば済むんだけどね。案内所の前だから花壇を作って青バラを植えようと思ってるんだぜ。じゃあ文句言わずに全部消しなさいよね。はい、わかりました。さっきからずっとモモリーナとジャックさんが話し込んでいるようだけど、どんな話をしているのか気になるわね。今はマイデザインを剥がしたいから会話を聞くのは我慢しておくぜ。島の大まかな地形のイメージとしては、案内所の奥を一段高くして一直線の道を作って、その周りにお店とか色々な施設を設置したいんだよな。なかなか大掛かりな工事を予定してるのね。
あらかじめある程度どんな島の構造にするのか考えておくと後の作業がスムーズになると思うんだけど。作業がスムーズになるかどうかよりも島完成までやり遂げることができるのかが重要のような気が。これからきちんと毎日島作りをする習慣をつけようじゃないか。ちょっとジャックさんが倒れそうな顔をしているわよ。ジャックが？何か変な病気にかかってなきゃいいけどな。最近暑いから熱中症ということもありえるわね。あ、近づいたら正気に戻ったぞ。やってるかい？モモモ。え、もしかして？最近注目しているのはダメージジーンズさ。破れた穴は身につけたものの個性唯一無二と言えるんだと思うんだ。でもあまりワイルドすぎると女の子の受けが悪くなるから注意が必要なんだよね、モモモ。口癖がモモモになってるじゃないの。さっきのモモリーナとの長話で感染したんだな。高台を作るにしても仕立て屋や楽器屋があるから今すぐにはできないんじゃないかしら。家や施設の移動って一括でできればいいのにな。本当に島を作り変えるのって大変な作業なのね。それと固定されててどうしようもないものの活用方法もかなり悩みのためなんだよな。確かここの下には河口があるのよね。河口周りを埋め立てると不自然になるから、なるべく川を自然な感じに活用したいんだよな。だから今回は高台に橋を架けてなるべく自然な感じを演出してみるぜ。川のない場所に橋が架けれるというアップデートに期待できそうにないから、そこに川を掘るしかないのよね。二段目以降は縦に5マスのスペースを作らないと横に橋を架けられない仕様だったから、橋を架けれるギリギリのスペースを用意してみたぜ。当然ここで選ぶのはレンガの橋なんだよな。今まで好きだった和風の橋とはお別れなのね。今回の島作りは和風要素を排除しようと思ってるんだぜ。でもなんか石の橋も捨てがたいような気もするな。石の橋もあまり使ったことがないわよね。レンガの橋だね。いっぱい工事するから割り引いてほしいんだけど。全額一括支払いでも割り引かないだなも。任天堂さん公共事業割引システムを導入してくださいなんだぜ。ここでお願いしても絶対届かないからね。有料 DLC の話とか全然来ないよな。今のまま楽しめということね。だな。橋の場所は完璧だぜ。これはまだ小さな第一歩なのよね。頼むから崖の奥は見ないでくれないか。崖作りはこれから少しずつ進めるとして先にできることをやってしまおうじゃないか。空港前の工事はどうなったのよ。左にちらっと見えてる通り空港前はいらない家具の山でいっぱいなんだよな。また収納に入らないくらいの家具が残ってたのね。普通に売るか誰かに引き取ってもらうか考え中だぜ。今から整備する場所にもはみ出すくらいあるじゃないの。これは絶対静江さんに怒られるやつだぜ。さあ、青バラを植える花壇のスペースを確保するぜ。花壇には土の道を使うのね。花壇の下地に使うしまくりは何が正解なのかわからないからな。雪もしばらく降らないことだし、デフォルトの道よりもマシだと思うわよ。テラコッタの道を中心に左右対称に土の道を塗ってみたぜ。そして案内所前のメインの飾りになる青いバラを積むのね。多分花壇を全部埋め尽くすことはできないと思うから、今回は増やすことも考えて植えようと思うぜ。多分こんな風に植えればそれなりの速さで花壇が埋まってくれると思うぜ。多分とか思うぜとか全体的に曖昧なのよね。どんな風に花が増えていくのかは次回に持ち越しかな。もう島クリエイトに疲れてきたのね。久しぶりの島クリエイトだからな。今回の島クリエイトはこんな感じだぜ。まだまだ完成まで程遠いですけど、温かく見守ってあげてください。以前の島が気になる方は説明欄にある夢番地で見られるので、そちらの方もよろしくお願いしますなんだぜ。次回も見てね。もうもうもう。